どうもこんにちは。このビデオではもうすっかりおなじみになりました渡辺浩二です。今日は僕が今一番注目しているゲーム制作チーム AM2件のスタークリエイター名越さんとお話しさせていただく機会をいただいてですね、感激してるんですね。名越さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バーチャレーシング、バーチャファイターと世の中を騒がせている AM2件なんですけれどもね、この新作デイトナ USA、 これもすごいですよね。ありがとうございます。おかげさまでかなりの反響をいただいてます。はい、今日はですね、このゲームの映像 CG、 その凄さの秘密について詳しく教えていただきたいと思います。CG の技術としては最近はもうポリゴンとかテクスチャーマッピングといった言葉を子供さんでも聞いてると思うんですよ。しかしそういったものをただゲームに応用していっただけでは面白いゲームはできないんです。ゲームというのは技術と技術の足し算ではなくて掛け算としての効果を狙っていかなくてはならない。掛け算と言いますと、このゲームに使われているマシンのスペックを使うとですね、画面の中に実写そのままの世界を作ることすらできます。でもそれではゲームはつまらないんですよ。例えば開発の初期段階で道路の表面は実際の近所の道路の表面を撮影してそれを使ってみたんですが、それがいまいち道路っぽくないんですね。自然な感じがしないんですよ。で結局人間の手で描き直すことにしたんです。なるほどね。写真そのままを道路に貼り付けてみたけれども道路に見えないのが、人間がこう手で書き直した方がもっとリアルに見えるってことなんですね。そうなんですよ。コンピューターを使っててもですね、一番大切なのは人間の感覚、感性なんです。人間が何を持って道路って言ってるか、それをまず我々自身が考えなくてはならないんです。なるほどね。それはね、多分路面だけではなくてですね、このゲーム全てに言えることだということをですね、この映像を見てて僕思うんですけどね。はい。カードがですね、どん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 今進化してますよね。その中で現実そのままをゲーム画面に再現することができるようになっている。ところがですね、その正確なシミュレーションを行った後にあえてゲームとしての作り直しをですね、とことんやっている。その辺に AM2件の凄さがあるように、私は感じてるんですけどね。そして僕たちはゲームを作るときにリアリティだけじゃなくてポップさとかかっこよさ、そして気持ちよさのようなものをとことん追求していきたいと思ってます。なるほどね。今の発言はですね、ゲーム業界の人にとっても非常に有意義な話だったと思いますね。ありがとうございました。今日はですね、名越さんと僕でそれぞれプレゼントを持参してきましたんでね、ビデオの最後をお楽しみにしていただきたいんですけどもね、名越さんね、デイトナ USA ぜひニューハードにも移植してくださいね。はい、相談しておきます。セガ AM2件の名越さんでした。